皆さんこんにちは、イケテルです。今日はですね、皆さんと久しぶりに韓国に行って驚いたところについて話していきたいと思います。僕は日本で東京に住んでるんですね。でも久しぶりに韓国に行ったら本当にすごくわっ驚く、そういうことがありますね。それが韓国と日本とそういう文化の差でそういうできることなんで、それをちょっと皆さんに紹介していきたいと思います。まず一番ですね、車ですね。車は僕は東京でも運転をしてます、運転してるんですけれども、私韓国に行って久しぶりに車運転したらいろんなことができるんですね。例えば日本と韓国車線がちょっと反対ですね、反対逆なんで、そういうことがありますね。友達となんか一緒に乗ってそうするんだけど、なんかワイパーがなんかパカ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 そう言ってるんで、友達が何やってるの、電風入れたかったんですけど、パカ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 そうなっちゃうんですね。そうバカになっちゃうんですね。それとなんか道路になんか入る時もなんか客なんで、いやーこれ大変なんですよ。そうなんですよ。おおおお、なんだ。なんかアプローチしてみて。ある日はそう道路に行ってたんですけども、本当にいやーすごく空いてるんで、だからいやーラッキーだと思って、そう運転してたんでもいやー反対で逆になって、すごく驚いた。驚いた。驚いた。皆さんは本当に韓国に行ってもしレンタカーとかそうして運転するときには、これを本当にちゃんと注意してからゆっくりそうした方がいいと思います。2番目、韓国でと日本でもそうですね、そういうなんかキリがそうあるの本当に好きなんですね。自然のさーっと見て、いやキリがたーっと来たら、いや本当に気持ちいいし、そうだったんですけれども、窓からそう景色をさーっと見てたんですけれども、それがいやー霧が本当に美しいなーってそう思ったんですけれども、お姉ちゃんがピザへ誇りだよ、わーそうピザへ誇り、それが本当にそうなって、それでいやー驚いた。僕が日本に来る前にはそれもうそんなすごくもう会ったことないんですけども、いやーそんぐらいまでできたのは驚き。3番、エレベーターに乗るとき、なんか人会うんじゃないんですか、そうだったらいつもなんかすいません、それがさっき出ちゃう。電車でも何とかしてもすいません、声が聞いてちゃう、ね、なっちゃいますね。それで僕も本当に驚いた。そういうこと、皆さんもでももうすみません来ても大丈夫なんですよ。そういう言葉は自分から本当に自分が温かい気持ちすることじゃないですか。4番目、買い物をしに行ったんですね。もういろんなもう駅とかも行ったりそうするし、エスカレーターですね、エスカレーター乗って、東京とそう韓国のエスカレーターが反対なんですよ。だからこれみたいになんか立ったんですけども、後ろにめっちゃ並んでる、逆になってる、ちゃうんですよね。そうなんですよね。そ
そうなんですよ、うんうん、でもこれもだからもうそう前の人を見てちゃんと見てその人を一緒にそうしたら多分問題じゃないと思ってるんで、もうそれも客に乗って本当に後ろの人を迷惑かけるから。そうなんですね。じゃあ最後5番目、これ韓国本当に久しぶりにいたんですね。韓国久しぶりにいて、久しぶりに会うからすごくいい気持ちでいたんですね。まあ、引っ越しちゃったんですね。ちゃんと連絡しましょう。そうなんですね。みんな引っ越ししちゃうんですね。そういうことで驚いたこと、驚きました。もちろんこの以外ももちろんもっともっといっぱいたくさんあるんですけれども、そう全部言ったら番組が終わらないんですよ。なんですよ。じゃあ今日はここまでです。皆さん今日もご視聴ありがとうございます。今日も下からチャンネルでいいねそうしていただいたら嬉しいです。いいコメントや可愛い文字でたくさん皆さんのことも話しましょう。じゃあ皆さんまた会いましょう。